NBC ユニバーサルエンターテインメントアニメミュージック30周年記念特別配信番組アニメ聖地巡礼スペシャル。イエーイ。あれ隣にいるその声がなんか可愛くなっている。可愛い声です。皆さんこんにちは、2時3時の森永和樹です。この番組は NBC ユニバーサルエンターテインメントがアニメ音楽事業を開始して今年で30周年を迎えたということで、30周年を盛り上げるための特別番組としてニュース関連作品の情報発信はもちろん、ここでしか見られないゲストの組み合わせや特別コーナーなどスペシャルな内容でお届けしていく特別番組です。ということですね。今回前本さんがスケジュールの都合でお休みということで、代わりにですねこの方に強力な助っ人として来ていただきました。自己紹介をお願いします。はい、かわいいかわいい女の子が来ました。皆さんこんにちは。23時職トリニティのフレイルスタリオです。よろしくお願いします。うわーフレイルフレイル。うわいやすごい緊張しております。私もいつもだったら、うん、あのまいちゃんが座ってる席に、うんうん、あの私が座らせていただいておりますので、うん、ちょっとなるほど。そうなんですよね。今回はじゃあもう主に主でやってもらうってこと。そうなんですよ。甘えてちゃダメなんだ、前本さんの後ろで。ちょっとね、頑張れみんなよろしく頼む。はい、そうだな、フレンちゃんとはレベルメイトなんですよね、うんうん、そう、たくさんね共演もしてるというか、うん、ダンスも踊ったりとか、ダンスレッスンの後に一緒にご飯食べに行った、食べに行った。なんかすごい控えめでさ、なんか私も一緒に行っていいの。いやなんかやっぱトリニティはトリニティでみたいな。ソロ活した方がいいのかなみたいな感じでいたんですけどね。あのトリニティの3人がすごく温かくて、うん、いつも4人で、はい、なんかご飯食べに行ったりダンスを踊ったりさせていただいております。前回はとあるシリーズ特集ということで、上条東馬役の阿部敦さんとインデックス役の井口優香さんをお迎えしてお送りしました。はい、いやでも前回もねゲストの方が来てめちゃくちゃ盛り上がってたんですけども、今回も、はい、もうなかなかの大物ゲストの方々に来ていただいてるので、はい、皆さんお楽しみください。今回はアニメ聖地巡礼スペシャルと題しまして、アニメに登場するさまざまな聖地をご紹介していきます。また後半はアニメあの夏で待ってるの聖地特集をお届け。ゲストに桐島海人役の島崎信長さんと谷川環奈役の石原香織さんが登場しますので、皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。アニメ聖地特集。イエーイ。はい、 NBC ユニバーサルではこれまでも数多くのアニメ作品を世に送り出してきましたが、うん、それと同時に数々のアニメの聖地も生み出してきました、うん、こちらのコーナーではそんな NBC ユニバーサルが手掛けるアニメ作品の聖地をいくつかご紹介していきたいと思います。はい、ではまず最初にご紹介するタイトルはこちら、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。はい、こちらはですね法師部として活動する引き貝八幡たちの日常を描く青春ラブコメです、うん、こちらは千葉県千葉市が作品の舞台となっております、うん、千葉市は千葉県の中央部に位置する道県最大の都市で、うん、作中では稲毛浜やマリンピア、千葉ポートタワーなど千葉市の街並みな、あ、千葉市の街並みや施設が、描かれています。カミカミやった。ちょっと言いづらかった。すいません、強制の都合でちょっとカミカミなんですけれども。かわいいぞ。ごめんなさい。森中。はいはいはい、それでは実際にどんなところが描かれているのか見ていきましょう。こちらをご覧ください。おお、こちらは第3期やはり俺の青春ラブコメは間違っている巻、うんうん、第4話のワンシーンですが、ここで登場するのが中高浜公園です。おお、すごい、そのまんますぎる。想像以上に、一緒だった。これ画像パッパって変えてもらったりとかってできるんですか？うん、すごい。水たまりやばくない？水たまり、ね、水たまりの着眼点、そこ反射の加減すごいな。作画について触れる。聖地巡礼なのに。
再現度ですね。ね、うん、これ実際行ったらテンション上がりますね、うん、こんなに似てたら。この角度で写真撮っちゃうもんね、絶対。ね、このシーン撮りたくなっちゃいますね、うん、撮りたくなっちゃう。はーい、なんか想像以上に聖地巡礼ってすごく、なんかしたことがないから。あ、そうなんだ。そうなんだよね。したことあったりする？あるんだけど、うんうんうん、自転車でこけた覚えしかないな。なんか嫌な思い出続いて ご紹介するタイトルはこちら、はい、凪の明日からです。あ、はいはい、海と陸2つの世界を舞台にした恋愛ファンタジーで、陸の世界は三重県熊野市をモデルに描かれております。熊野市は三重県の南部に位置する海と山に囲まれた自然豊かな土地です。作中では実在する地名は使われておりませんが、美術監督をはじめとするスタッフ陣が三重県熊野市へ取材へ赴いた上で、アタシカ海水浴場周辺や JR 紀勢本線の羽田市駅などをモデルとして描いています。はい、凪の明日から、うん、あの私もよく見ていたアニメなので、うんうんうん、すごい楽しみですね。それでは実際にどんなところが描かれているか見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。はぁ、めちゃくちゃ有名な看板ですよね。はい、こちらは後期のオープニングで登場する人魚座ですが、うんうんうん、このモチーフとなったのが熊野市にある天女座です。うん、あ、さっきのが天女座って書いてある。あ、すごい、なんかどっちが写真か分かんないけど、すごいすごいすごい、本当は人魚座。あ、で天女座、あ、そっか、本物の写真の方が出るまでどっちが写真か分かんないすごい、めちゃくちゃ綺麗、再現度すごいですね。全然なんかもうアニメすごい素敵と思って見たけど、うんうん、ちゃんとなんか聖地を見ると、うん、うわ行きたいってなるよね。本当に実在するんだもんな。ちょっと鮮やかにするとこは鮮やかにしてあるんですね。その看板のなんか文字の色とか、あ、本当見やすいように鮮やかにしてあったりとか、工夫が見れてすごいですね、うんうん、こうやって比べると、ね、はい、はい、では続いてご紹介するタイトルはこちら、とあるシリーズ。おー、超能力開発の特殊な授業を受けている、学生たちが暮らす学園都市を舞台に描かれているファンタジー作品です。東京都立川市や立川市が学園都市のモチーフになっており、とある魔術のインデックス、とある科学のレールガン、両作合わせて立川周辺の街並みが数多く登場しております。おー、楽しみ。すごく長いシリーズなんでね。うん、そうですね、ずっと、はい、なんか映ってるらしいので、うん、うんうん、楽しみですね。はい、それでは実際にどんなところが描かれているのか見ていきましょう。こちらをご覧ください。うん、おー、はい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 、こちらはですね、とある科学のレールガン T の第1話冒頭のシーンですが、ここで登場するのが東京都立川市にあるあけぼの立教です。おー、やばい、すごいあ、後ろのあの建物、画角も一緒だ、うんうんうん、あ、そう、後ろの建物そのまますぎるえ、すごい、あ、看板もだ。本当ですね、なんか床のとこがちょっと違うぐらいかな。おしゃれになってる、おしゃれになってる、うん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 、すごい、奥の再現度ね、変わった時分かんないですもん、分からなかった今すごい、本当にすごい、画角も一緒だったから、うん、すごい、これ写真撮りたくなりますね、うん、行きたいですね、うんうん、聖地。なんかコスプレとかして実際にこういうシーンとか撮ってみたいってなる、うんうん、こういうの見ちゃうと、うん、コスプレしてみたいってなっちゃう。似合うよはい、では続いてご紹介するタイトルはこちらです、うん、ジャストビコーズです。はい、神奈川県の高校に通う高校3年生たちの冬の様子を描いた青春ラブストーリーです。こちらの作品は神奈川県鎌倉市が舞台となっております。言わずと知れた有名観光地ですね。本作の中でも湘南や鎌倉エリアの有名どころはもちろん、何気ない街並みや風景もかなり細かく描かれております。もう、なるほど。では実際にどんなところが描かれているのか見ていきましょう。こちらをご覧ください。お、はい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 、駅のところだね、うん、うん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 。こちらは第1話で主人公の出雲瑛太が福岡から引っ越してきて鎌倉へ到着したシーンになっております。
ここで登場するのが湘南モノレール湘南深沢駅です。おお、セブンイレブンだ。言っていいのかな、言っていいのかな。ああ、ちょっと今すごい、ダメだったかな、ダメだったかな、これダメだったかな。もしかしたらピーン入ってるかも、ピーン入ってるかも。うん、すごい一緒。本当だ、エルマータ、エル、あ逆にしたらね、エルになるもんね。あ、そういうことか、うんうん、なるほど。あ、そう、7をね、うんうん、そう、まあ、駅の入り口もそのまま。すごいですね、うん、へえ。なんかこう見るとアニメって本当に実在する場所を、うん、なんかね、舞台として選んでるのか。近く住んでる人とか嬉しいだろうね。嬉しいですよね、うん、それなんだったらそこに引っ越したいってなるお宅も全然、全然いると思います。へえ、なるほど、はい、ということで、この後はですね、島崎さんと石原さんをお迎えして夏町聖地特集をお届けしますのでお楽しみに、はい、以上アニメ聖地特集でした。夏町聖地特集、イエイ。はい、ここからはアニメあの夏で待ってるの聖地特集をお届けします。ゲストにこちらの方々をお迎えしております。それでは自己紹介どうぞ。はい、皆さんこんにちは、霧島海斗役島崎信長です。いやー、10年経ってまたね、夏町の話をさせていただけるとは思わなくて本当嬉しいです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは、谷川佳奈役の石原香里です。こうして今日来られてとっても嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。まずは作品についてご紹介したいと思います。島崎さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ軽く紹介いたしますね、はい、高校1年生の霧島海斗は8ミリカメラのレンズ越しに湖を眺めていたところ空が光るのを目撃。その瞬間、海斗は突風に吹き飛ばされ湖へと落下してしまう。しかし次に目覚めた時、なぜか彼は自室の布団の上にいた。さらにはその日、カイトが通う高校の3年生に赤髪の美少女高月一華が転入してきたり、なぜか帰る家がなかった彼女を自宅に泊めることになったりと、カイトの日常に大きな変化が訪れる、ひと夏の奇跡の恋を描いたラブコメディとなっております。まあ、なんかこの説明だけ聞くと何が起こったんだって綺麗に言うとボーイミーツガールがあったんですよ。そう、甘酸っぱかった、ね、青春群像劇でございました。はい、にぴったりですね。はい、ではここでお二人が演じているキャラクターについても詳しくご紹介していきたいと思います。島崎さんが演じる霧島海斗はどういったキャラなのでしょうか。はい、多分ね、今もポーンって、ね、出るんですけどね、まあ、もうこれは読んでいただいた通りでなんですけど、まあ、何が特徴かっていうと、このなんか見た目雰囲気で、背も結構彼小さい目なんですけど、なんでしょうね、イメージこうでボーイミーツガールで女の子たちも何人かいてっていうと優柔不断そうに見えるじゃないですか彼って。でもね、10年経った今改めて思う彼の魅力ってブレないんですよ彼。あ、そうね、全然ブレないし、ずっとね、なんか肝が据わってて、確かにね、そうなんですね。まあ、その全くブレないがゆえにカンナちゃんに大変悲しいことをね、ごめんねって。いや、全く揺らがなかった揺るがなさすぎて、そうで、それがでもよく言うとこう揺るがないとかブレないなんですけど、悪く言うとこう思い込んだら一直線というかそれしか見えない。でもそのなんか振り返らずそれしか見えなくなって突っ走れる、周りを気にせず突っ走れるって若さゆえだよねみたいな、なんかね、10年経った今だと結構そういうことを考えさせられる、なかなか本当にいい男だったなって思いました。まあ、カンナちゃんからしたらごめんね、カンナちゃんからしたら、ね、なかなかにちょっとねハードな男性だったなって思いますけどね。でもどっちがいいだったらしいよね、そんなブレブレ動いてさ、気持たせてどうこうする、それ最低ですね、本当に。そうそうそう、って考えるとやっぱカンナが好きになるだけあるなって思います。そうそう、その揺れ動くのは鉄郎っていうもう一人のもっと見た目からイケメンの男の子が担当してるんでね。そうそうそう、そっちのトライアングルの模様すごかったもんね。そうだよね、そっちは変更だ。はい、まあ、そんな男の子でございました。あとメガネ、メガネがこの作品特徴でね、今日は信長さんも普段全くかけないんですけど、はい、
い、かけさせていただいて、あのスタッフのメガネの並々ならぬ愛のこだわりをね見ると感じられるんで、いや、いいですよね、はい、大きめのメガネをしてる2人が、うん、まあ、まあつまり接吻をするとね、あのくっつく前にメガネが先にくっつくんですよ。はい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 、そのね音とか描写のこだわり方といったら、すごかったですよ。キュンときますからね。まあ、その全世界のメガネ好きとか、あとはカメラとかでねみんなで映画撮ろうみたいな話もなるんで、うんうん、なんかそういうのに興味がある方にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。うん、はい、なるほど、ありがとうございます。石原さんが演じる谷川環奈ちゃんはどんなキャラクターなのか聞いてもいいですか？はい、カンナちゃんはもうカイト君のことが大好きな女の子で、ね、やっぱ見た目すごい可愛いので、うん、クラスからも結構モテてたりとかもしたんですけど、カンナちゃんはカンナちゃんでやっぱ真っ直ぐなところがあるので、うん、もうねカイト君に一直線で、うん、でねカイト君が結構、まあ、どんなアピールしても気づいてくれないので常になんかプリプリちょっと怒っていたりとかするところも可愛いんですけども、うん、やっぱねこうカンナちゃんの良さはその相手を思いやる気持ちもあるので、うんうん、やり方は不器用なんですけれども相手を引っ張ってあげるところもすごくいい女の子だったなっていうふうに思います。本当に可愛くてたくさんの人から愛されたキャラクターだと思います。本当にね、本当にね、本当に強気で引っ張っていくみたいなとこありながらけなげなのよね同時に。そうなんですよ。でもねもうブレないの、ブレないの全然ブレないの全くしかもミルチンでもなくてね意外とね、そうそう、ちゃんと分かった上でちゃんとはっきりごめんねっていう僕はっていうのをはっきり言うタイプなのよね。そうなの、大人でしたよね意外と。そうカイトがねなんか体ちっちゃいのになんか割とね、うん、気を据わってて、うん、そうでまたその鉄郎っていうね、まあ、この後どっかで紹介できるかもしれないけどいたんですよ、フラフラしているイケメンと。そうそう、でそのイケメンを思うミオっていうまたね内気な女の子がいて、ねね、5人のメインの5人の、ね、男女のこう、ね、あっちこっちから矢印が飛んでね大変なことになったんだ、ね、複雑だったということで、そろそろ本題の聖地の方にね行きたいと思います。はい、舞台は長野県小諸市、うん、長野県の東部に位置する自然豊かな城下町です。作中には海公園や相生町商店街、小諸文化センター、西浦ダム、浅間山を望む田園風景、佐久市の佐久平駅、軽井沢町内など小諸市及び小諸市周辺の風景がたびたび登場しております。本作チーフプロデューサーの大沢さんが同じく長野県の長野町出身であったことや、スタッフに同県佐久市出身者がいたため作品の舞台に選ばれました。小諸を PR するため小諸フィルムコミッションが協力としてクレジットされており、小諸市も制作に協力しております。そして我々二次三次としてもゆかりのある地で、私の敬愛する乾とこさんが小諸観光局とコラボして昨年小諸市の候補誌に掲載されています。よろしくお願いします。初恋という曲を挙げられていますので、ぜひ皆さん聴いていただければと思います。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。いや、いいと思う。こうもう世界に向けた発信の中で個人的な愛をこう込めていただいて、うん、大事よ。すいません、ね、割り込めるしました。私の敬愛するっていうの情報としてはいらないんだけど、あった方がやっぱり ね実感持ってね、そう、そこしかないと思ってしまいました。素晴らしいと思う。お二人は実際に行かれたことはあるんですか？まずあのイベントでね、そうですね、行きましたよね。行きました。もう10年近く前になりますが、ね、であの小諸のこう公民館みたいなところね、そうそうそう、使わせていただいて、はい、いやーなんかあのトラブルがいろいろあったりしてて。そうなんですか？そうでしたね。そう、例えばあの冷房がやっぱ公民館のなかなか年季のいた建物なんで冷房は効かないってなって、で急遽そのスタッフの皆さんがきっとわかんないユニバーサルさんなのかな、わかんないけどお金をね、お金をそこそこ軽トラ買えるぐらいのお金をはたいて急いでこう冷房のなんかでっかい業務用みたいな筒から出てくるのなんだけど意外と冷えなくて、そんなにひどかったんでね。今じゃなくてよかったよ。いや今は
今みたいな40度とかあったら多分無理だったと思うんだけど、当時だからまだね、そう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 、穏やかだったんで、とか あとこうメイクさんとかいろんなスタッフみんなで移動したから結局30人近い団体で東京から移動になって、だから新幹線のもうなんか一ブロック貸し切りみたいな状態で、学校みたいでしたよね、そうそうそう修学旅行あって、で極めつけあれよね、バスに乗って、はい、あのみんなで観光ちょっとできたよねできました、終わった後った、ね、めちゃめちゃ楽しかったです。で一番良かったのがあのカイトの家のモデルになったとこ、そうお邪魔しまして、行きました、あれ楽しかった、あの縁側とかにこう夏の縁側に座って涼んだりとか、うん、でその中であの田村ゆかりさんの撮影会が始まったんだよねそう、なんか作中に出てくる階段があるんですけど、ね、そうそう、そこにレモン先輩が座ってて全く同じように座ってますみんなね、えゆかりさんがどんななんか綺麗なね、確か白系のなんか綺麗なそうお洋服着られてて、うん、もうなんかうわーってみんなで今こっちがよろしくお願いしますってね、そうやってたね、やりましたね、小松さんとかああいうのノリノリだからね、そういちかちゃんの声やって小松さんとかもよろしくお願いします目線くださいみたいな、そうそうそう、とかいろいろありましたけども、うん、でも僕はそこになっちゃうんですけど、うんうん、え石原さん、私はちょっと2020年の冬ぐらいに、はい、行きたいなと思って行ってきました、プライベートでも、そうなんですよ、あのやっぱ10年弱経ってたので、うん、どうなってるかなって思ったんですけど、街に未だにその夏街の看板とか、小諸駅とかだとリノンのなんか顔を出せる看板みたいな、そういうのもありますし、あと作中出てきた場所でその当時行けなかったあの乙女子だったりとか、あと乙女駅のカナちゃんがオープニングで座ってる席があるんですけど、あ、はいはいはい、それをあのこう実写と当てはめてこの角度だって写真撮ったりとかっていうのを結構楽しませてもらいました。めちゃくちゃ聖地巡礼してらっしゃるじゃないですか今日のこの企画に一番ぴったりだ、そう、まさかこれをねこんな風に発表できる日が来ると思ってなかったので、ね、すごい嬉しいです。しかもね、あの自分が声を当てさせてもらった役のシチュエーションで重ねて撮るって僕らにしかある意味できない、ね、ちょっと特権というかね、いや本当になんかもう超楽しかったですし、なんかキャラクターが本当に実在するような感じがして、うんうんうん、でやっぱ懐かしさもあるので思わずなんかこう泣きそうになっちゃうみたいなそんな感じがありましたよ。かなちゃんよく泣いてたからね、そうそうよく泣いてたからね、かなちゃん、ね、思い出して石原も泣きそうみたいな、そうだ、ね、こっちがさっきのメガネなんかカチャカチャやってこう、ね、イチャついてる時にこっちはもうみたいな、こっちはもうみたいなね、本当にね、あったね、あ、ちなみに途中でリノンっていうのはこの上の方にいるね、マスコットキャラ一番上にいるので、当時まだなんか制服着て収録に来てた日高里奈さんがね、なーなーって言ってましたね、なーで全部の感情を表現するっていうのを女子高生に委ねるっていう、ね、すごかったですよ、ありましたね、本当に思い出がすごい詰まってますね。それではバーチャルで聖地巡礼してみましょうか。まずはこちらをご覧ください。帰りに買い物とかしてくるけど、7時までには帰るから、うわぁ、ここね、いってらっしゃい、また冒頭ですよ、どっちもいってらっしゃい、ね、お姉ちゃんがまたいい感じなのよねそう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 、あ、これが全部小物にある景色、めちゃくちゃ綺麗、10年前のものか、一人暮らし、綺麗ですよね、いや、ほんと改めて見てもいい作品の、うん、いいロケーションあ、これね、そう、よく見つけましたよね、よくやっぱりやっぱ運命的なものをね、感じた、こみがえ合ってるんだよ、なぜどうして、ね、してうん、こんなに目立ってるの、そう、いちか先輩が何か間違ってるのかしら、いや懐かしい、懐かしい、改めてあのこちらはどういったシーンなのか聞いてもよろしいでしょうか。あ、でも本当に1話の、まあ、通学のシーンで、まあ、その前にあさっきプロフィールにもありましたけど、カイト君ね、あのご家族がもうみんないなくなってしまって、まあ、2人で暮らしてて、だからこうお手を合わせた後にこう仏壇にね、で、あの家を出て学校向かうってとこなんですけど、景色がいい、いや本当に何でもない、ただ家出ただけのシーンなんですけど、それだけでもすごい目を奪われる、何かが始まる予感って、ね、目が奪われて、ここから始まっていくわけですよ、いろんな、いや、いい演出が多くてね、ごめんね、ごめんね、もうネガでも話したくなるんだけど、時間がなくなっちゃうから
そう好きな演出とかあんのよね。よあのたった数秒でね、誰が誰を好きかってすぐ分かる神演出がね、目線とかでね、そうそうそ う, そう、ね、あったりするんですけど、うんうん、さあさあでも次行きましょう。どんどん行かないと ね何時間あっても足りなくなっちゃう。ではもう一本 VTR がございますので、こちらをご覧ください。どうぞ。帰るって、私の捜索はもう始まってた。あれ時を逃げ切れるような相手じゃないの。これね、話し合いにも応じないと。くっついた後だもんね。うそうですそうです、うん、それでも悩んでる市川先輩ですね。これは無理に残ろうとしたら、カイトとイチカの思いを集め合ってるんですけど、かかんなっちゃう。行っちゃうんですか。押して、カイト君も残して宇宙に行っちゃうんだ。成長したよね。だいぶ、もう私にはどうすること、好きな人と一緒にいること諦めるんですね。あーよー、さすがーよー、もうさこれ言わないでほっとけばさ、そうですね、アリに別れてさ、うん、自分が回答ってあんのにね、そのルート選ばず、ね、こっちの道をね、押したい。めっちゃ走ってくのよね。もうね、そう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 なんですよ。でまたこのカンナちゃん側にはね、カンナちゃん側でこうカンナちゃんを支えようとする人たちがこう、いろいろあるのよね。いろいろあるんですよ。あんのよ。そうすごいシーンがあったんですよ。まあちょっとさっき紹介するかもって言ってできそうにないから、ここでちょっと鉄郎っていうね、カンナの幼馴染のめちゃめちゃイケメンのやつがいるんですけど、これよりももうちょっと前でカンナちゃんがもっとこう落ちちゃった時とか、やっぱカンナは走っていくといるのよ、鉄郎が。その走った先にそうなんでいんのよみたいな、なんか幼馴染だか分かれずみたいなのでまあやって、でも鉄郎もこうグッといけないのよ、こうこうまあまあなんかこうで、カンナがそうカイトのこと好きなの知ってるしみたいなのがこうなってて、でその後ろの物陰で、あの鉄道のことが好きなカンナちゃんとも親友の女の子がこううずくまってまた泣いてるのよ、こっちも。みんな泣いてる。そう、あれすごいし、うん、で鉄郎がなんでいいのよりもさらにそのミオと女の子がいる方がもっとなんでいいのって、なんでいたのって。そうそうすごい見られてる。ね、ミユちゃんがその後ね、髪長い内気な子だったんだけど髪をバッサリ切って、そうそう、すごい強い子したたくな子に私はなるみたいになってみたいな、またパワーバランスが変わってったりした、ね、そうなんですよ。みんながちょっとずつ変化して、そうだからね、後半の注目、恋愛的な注目ポイントはもうこっちはもうブレないから、そう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 、こっちの三角形がどうなるかがみんな恋愛的にはそう、はいはい、どうなるか、ミユちゃんどうなるかみたいな、そうそう、うんうん、こっちもうちょっとね SF 入ってきて大いなる問題に立ち向かい始めた。でっかいのが宇宙スケールの話が出るの。今まで話してなかった、さっきのあのね、あのなんかなって言ってる変な生物が出てきた時点であれなんですけど、はいはいはい、急に宇宙スケールの話が出てくるんで、そうですよ、ちょっとね違うところに、はい、みたいなスケール大きい話でした。はい、それではバーチャルで聖地巡礼してみましょうか。はい、ここで登場するのがこちらの乙女駅南方長野県道139号線になります。あ、こういうことね、聖地巡礼してみるって、はいはい、なるほど、一緒に歩いていく感じで。そうか、そうだよね、移動もできますもんね、便利。おお、すごい、松町といえばこの場所、うん、そうですね、ドラマがここでいっぱい起きてますもん ねこの道でね、みんながね、うん、泣いたり怒ったり走ったり叫んだり青春をね、ね、謳歌してますね。そう、待ってたりいたりいなかったり、そうそういたりいなかったり。いや本当に景色が綺麗、ね、いいですよ ね結構でも雲が多い日だったね。あ、そうですね、夏町は青空が多かったね、特にね、うん、いやでもなんかすごいなと思うのは、実際の写真ってやっぱり一番すごいなって改めて思うんですけど、うん、でもさっきアニメで見た天気も見劣ってないですもんね。あ、そうですね、うん、ですよ、どっちも素敵だなと思うから、入道雲がね、すごい綺麗に見えて、雲が印象的ですよね。確かに、ね、やっぱ夏の雲してるなってすごい思いますね。そうだね、季節わかるよね、見てね、空高いみたいな。実際も夏は入道雲が見えてすごい綺麗なっていうことみたいですね。あ、やっぱり、うん、行きたい、行きたい、行きたい、一番最近行きたい、もうすぐ行きたい、もうすぐ行きたい、もうすぐ行きたい、一番行ってる方が癒されますもんね、やっぱりもう
行きたい。また行きたくなる。なんかアニメでこうその日のさっきの夏のって言ってたけど、うん、空気感とか温度とか湿度まで伝わってくるアニメなのがすごいよね、うん、そうですよ ね、 すね本当に、うん、いやいいな、なんかバーチャルでって言って、うんね、ストリートのビューじゃんと思ったけど意外と楽しい。面白いですね、楽しめる。それでは次の聖地に参りましょう。こちらをご覧ください。あーオープニングね、好きでしたこれ、撮ったってこと？がっつりやってるじゃない。あーごめんごめん、振り返ってね、振り返るよね青春ものって。先生でなびくんだよ。こうやってみんなで映画撮ってくんですよ、こうやっていろんな場所にロケ行って。あ、そうだ、この格好懐かしい。あったね。全然こう、いちか先輩が棒演技で全然演技できない。スイカだね、そこも。あ、この縁側 ね、 縁側ね。あとレモン先輩が結構カメラ持ってんのも後々聞いてくるのよね。そうなんですよ。そうそうそう、いや懐かしいね。懐かしい、いいねやっぱ。うん、なんかアフレコの DVD に入ってた時を思い出しました。そんな感じなんだと思った。青春してるな。いやこちらはオープニングなんですけれども、この中に実際に数々の小室市の場所が登場してたんですが、うんうん、お二人は実際に確認しに行ったりとかしましたか？もうね、私が、はい、行きました。さっきのところもそうですし、うん、あと乙女港の橋、うん、あのところも行ったりとかして、うん、割とあの乙女駅と乙女港がすごい近かったりとかするので、うん、その一気に回れたりとかするのもまたこれ見に行った方はすごい嬉しいと思うんじゃないかなと思います。みんな同じポーズするんだろう ね、 ね、座ってるかんなちゃんとかさ、そうなんか4日かかって、4日かかってちょっと影出してる鉄郎とかさ。確かにそうだね、やってほしい、みんなにちょっと楽しいよね、同じポーズで、うん、構図も再現してね。そう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 、ちょっと遠いとかちょっと近いとか、もうちょっと下から舐めるように撮った方が多くなるとか。角度が違うみたいな。そうそうそう、画角合わせないと、ね、いいですよ、本当に。そこも着ちゃったりして、ね、それがいいと思います。ということで、ここからはオープニングに出てきた小諸市の場所をバーチャル観光で探しに行きたいと思います。おー、はい、改めて小諸市とは長野県東部に位置する市、江戸時代は小諸藩の城下町ですね。長野県の東部に位置し、北に浅間山、南西部に千曲川が流れる自然豊かな町でございます。標高は約600メートルから2000メートルと高地に位置しているため、冬の寒さは厳しく、早朝はマイナス10度を下回る日もあるそうです。一方で夏は湿気が少なく過ごしやすい日が多いです。年間を通じて雨の日が少なく、国内でも屈指の晴天率を誇るそうです。すごい。だから夏は入道雲とかが見えるんです。なるほど。あれも石原ちゃん冬に行ったっていう。寒かったんじゃない？激寒だった。そうですよね。しかも残念なことに曇ってた日だったんですよ。震えながら、でもなんかあんまりいい格好で行ってなくて、うん、その中でも可愛く見せようと思ってマフラーとか全部外してやって、うん、ながら。おしゃれは我慢でね。そうそう、気持ちは高まってたんだね。そうそうそう、ホクホクしてました。そしてバーチャル観光、これもできる？はい、あら楽しみ。できるみたいです。あらあら、こちらが相生町の交差点になりますね。はい、レモンが立っていた町の、あの振り返ってね、振り返って、ね、振り返って、振り返って、ね、はい、いやすごい、なんかでも当たり前だけど
か普通の街の中のね交差点なんだよね。そうなんですよね。なんかどうしても特別なものって思っちゃうけど、住んでる人にとってはね、そのままですね。ね、本当そのまんまで。さっきちょっとオープニングのところもね、はい、続いていきましょうか。こちらお願いします。高学寺の方に行きたいと思います。さっきね、なんか撮影っぽいことしてたお寺のね、はい、上からで、あーでも確かにこう移動どういうルートでここに行くんだみたいなの見られるのすごいね。そうですね、回るの楽しそう。あーいいな。なんか普通の家がめちゃくちゃいいな。街並みがやっぱりいいよね。ここだ、ここだ、ここだ。わー、すごい、そのまま、すごい、そのまんまですね。すごい、なんか本当めちゃくちゃ住宅街の中にあるのね。なんか特別な場所にあるのかと思ってました。なんかね、そうそう。すごい、溶け込んでる。ね、なんか生活感あって逆にいいね。なんか暮らしを長らく支えてきた感がね。そうそうそう、本当に。あって、素敵。いいな。なんかこうやって自分の地元をぐるぐる回ってさ、仲いい仲間たちと一緒に映画撮影とかしてみたかったよね。ねえ、そんな最初の本当に経験したかった。役で疑似体験させてもらいたいけど。まさに本当に ね、楽しませてもらった。まあいいですね。はい、それでは次の場所に行ってみましょう。はい、続いていくのが本町町屋館ですね。あの、オープニングで九段の鉄郎がこうちょっと影ある感じで、はいはい、格好つけて後ろにこう寄りかかってたここね。格好つけてるところですね。まあ、鉄郎くんあそこいろいろ違和感あるからね。そうですね、あそこは思い出の地。いろんな意味でいろんな意味でね。そうだよね。あ、ここが入り口。はい、立派だ。うん、立派。私ここも行きました。行ったんですね。すごい良かったですよ。何があるの？なんか庭みたいなのがなってて、あの、はいはい、映ってるんですけど、はいはい、アニメ、はいはい、そこがすごい綺麗なパってかグリーンが美味しすぎて、すごい癒されます。言い方は違いちゃった。いいんじゃない？いいと思う。綺麗なグリーンが。趣があったんだね、きっとね。だいぶ趣があって、なんか癒されます、ここも。あ、本当だ、看板がね。すごい。町屋館。写真撮りたくなりますね。そうですね、本当に。なんかね、こう、新しいものもよく映えるってなるけど、やっぱこういうちょっとレトロなものもね、いいよね、逆に今すごい。そうですね。ここでね、告白はしない方がいい。そうですね、ここで告白はしない方がいい。ちょっと、フィールドパワーが弱いね、ここで。ここでないとこで、ぜひ。ここでやるべきは、振られて落ち込んでる人にガッていくのをここでやるべき。ないことない。特殊スポットかもしれない。夏末的にはね。はい、それでは次の場所に向かっていきましょう。続いては海公園入り口交差点です。お、海公園、海公園もそうですね。オープニングだとあれだね、あのカンナちゃんが描いたこう、あ、なんでやってるところ食べたそうだね。石原さん行かれたの？海公園も行きました。そう、海公園はここも大きいポスターが貼ってくれていて、それがやっぱね、私的にはすごい嬉しかったですね。今でも大切にしてくれてるんだって思いました。いや、数年前に、夏町つながりで僕とアスミカナさんが、はい、あの小諸で待ってるっていうあの PV の中で、それこそ海公園の紹介とかもナレーションでさせていただいた。いや、いいとこですよね、ここも。だってアニメから10年近く経ってんのにね、夏町のおもてなしプロジェクトの方がずっと盛り上げてくださってて、海公園の中にもポスター貼ってあるなんてすごいね。すごいですよね、本当に。本当にそのままですね。あ、本当につきましたね。この画角。画角大事、画角大事。大事大事。すごいすごい。じゃあせっかくなので、この画角でみんなで記念撮影をさせていただきたいと思います。1たす1は2。小学生。いや、そういうのありますよ。うちの事務所青にプロダクションって言うんですけど、はいはいはい、青にとかね。あ、いいな。皆さんなら多分、にとかね。にからラーマで行くと、あーって。ひっくり返っちゃう。ラーマで行くと。
そしてここでなんと小室市の方とリモートでつなぎたいと思います。はい、小室市夏町おもてなしプロジェクトの花岡さんです。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。10年近くもずっとね、そうですよね、夏町を応援してくださってる。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご挨拶させていただきます。はじめまして、森中和樹と申します。あ、そしてフレイルスタルと申します。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。あの虹さんじさんにも、はい、あ、めちゃめちゃお世話になってます。そうですね、虹さんが敬愛するね、敬愛する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 、ありがとうございます。うちのチョコが。はい、私、あの小諸市夏町おもてなしプロジェクトの、花岡と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。花岡さん、スタジオにはあの夏で待っている出演キャスト の、 あの島崎さんと石原さんがいらっしゃいますが、どうもいらっしゃいます。いらっしゃいます。わかりますか、はい、僕が霧島海斗役の島崎信長の方です。私が神奈役の石原です。はい、じゃあ存じ上げております。はい、たぶん 10年ぶりです。そうだと思います。夏のイベントの時に、はい、運転手をしておりました。そっか、運転手。ありがとうございました、その時は。あのね、カイトの家行ってね、そう、ゆかりさんの撮影会とかしてたり、みんなを引っ張ってくださって、ありがとうございます。花岡さんのアニメを見ての感想などいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、あの、ま、でも、まあ、結構これまだあんま話したことないんですけど、率直に話すと、中身が実は1回目入ってきてないです。というのは、あの僕結局聖地に住んでるので、背景にばっか目がいっちゃうんですよ。わかります、わかります。あれ、ここじゃんとかあそこじゃんってなって30分終わると全然中身があれ、どうやったっけと思うんで、結局毎回1時間見るっていう形になりました。はい、で、まあ、アニメの見た感想だと、まあ、やっぱり、まあ、小室の子はめちゃくちゃいい子がいっぱい住んでるんだなっていうのを感じました。確かにね、確かに。嫌なやついませんでしたもんね。そうですね、いや本当にいい子ばっかりで、ただやっぱりあとは、まあ、景色もすごく綺麗に描いていただいてますし、あと話の内容もすごい情緒的というか、すごい心にグッとくるようなお話だったんで、あの楽しく拝見させていただいておりました。ありがとうございます。結構でも夏町はね、普段アニメ見ない人でも入りやすいですよね。で、こう、あ、慣れてきたっていう頃に SF がぶっ込まれる。ちょっとね、忘れかけてる感じ。慣れてきたとこに宇宙人がぶっ込まれるね。いいですね、景色を楽しめるって一粒で二度おいしいみたいな、ね、でも、うん、楽しんでもらえてほっとしますね。ね、なんか、ね、いや違うよってなってなくて、まあ、なってたらこんなずっとねプロジェクトを支えてくださらないと思うんですけど、いや違う、もっとね、もっとこうなんだよとかね、この庭かがっつってそんなことはならず、はい、そうですね、ご高齢者の方も結構見てくださって、あのレモン先輩とか、で普通になんか70歳のおばあちゃんに言ってるみたいな、本当ですか。そういう現象はちょっとすごい、すごい、あのツインテの、ね、はい、女の子、そう、すごいな、世代を超えて、ね、でも実はメインメンバーの中でおそらく一番なんか年齢感近いのレモン先輩ですからね、おそらく。そうだと思います。年齢不詳でございますが、レモン先輩はね、そうなんですよ。じゃあなんかおばあちゃんとかが、おじいちゃんが家族と一緒になんかお子さんとかとも一緒になんかみんなで家庭で見たりがあるってことですもんね、きっとね。お、上映会を一度やらせていただいたりとかして、小諸市民の方に見ていただいたりとか、あとは、まあ、やっぱり観光を結構やってる町なので、まあ、みんな興味あってちょっと見てたみたいですね。あ、なるほど。なんかあのファンとの結構交流がもうなんか盛んだなっていうのを見かけた記憶があるんですけど、うん、そうですね、なんかありましたよね、いろんな施策が、なんか手帳とかのノートとかでみんな書いたりとか、はい、してました。そうですね、ノートはあの4箇所か5箇所ぐらいに設置して書いていただいたりとか、あとなんか最初初めの頃本当に僕たちもアニメで何かやるっていうのは全くわからない状況だったので、
ファンの人にどんなことをやってもらいたいですか僕たちにみたいな意見交換会っていうのをやって、でそれで、まあ、その日もすごいいっぱい人行き過ぎちゃって会場が埋まっちゃったんですけど、そういうことやって、でちょっとずつなんかできることをやっていったって感じですかね。すごい、そうゼロから始めてね、積み上げていったんですね、そのコミュニケーション取って、だおかげでずっといろんな施策が、だアニメーションとしてはね、新作が動いてるわけじゃないんですけど、10年間やっぱずっと夏待ちって動き続けてて、でこの10周年ではね、今後ろにあるポスターね、これもね、そうですね、向かってね右側がいわゆる10年前のものでございまして、で左側が同じ構図の10年後の今出た、ね、将来みんなこうなってるんだっていう、ね、ものが形になってるっていうのはもう、これはね夏まちおもてなしプロジェクトの皆さんはじめ小物の皆さんスタッフの皆さんのおかげでね、実現して、いやこれいいんですよ、あれあれ結婚してるみたいなのとか、そう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 ね、ね視聴者は一番嬉しいですからね、本当に本当してるなみたいな、カンナちゃんもね、なんか雰囲気自体はなんか変わんないけど、そうそう、でもなんかアダルトにちょっとね、なんてしかもちょっと眼鏡かけてるんですよ、ね、これは海人くん意識なのかなみたいなちょっとね、あれしましたよ、見ちゃうとちょっと話見たくなる ね、どう気になるなって、何してんだろう10年後みたいなね、なるな、夏待ちと小室氏とのつながりがとても深いみたいなんですけれども、花子さんも参加されている夏まちおもてなしプロジェクトが2012年に発足され、今年10周年を迎えたらしいんですよね。そうです、こちらのプロジェクトは、まあ、旧小室氏観光協会、観光協会なくなっちゃって今この小室観光局っていう形になってるんですけども、あと小室商工会議所、あと小室市役所など十数人のメンバーで構成されておりまして、アニメの舞台を案内する地図の制作、配布やグッズの制作、販売を通じて街を訪れるファンとの交流を図り、地域活性化を目指しております。でね、本当に交流されてますもんね。いやすごいですよ、すごいね、お客さんに何したらいいか聞いてそれ叶えてくっていやなかなか夢ができないから、夢のあるねえ、いや続いてそのノウハウはやっぱりいろんなところにも生かされてるんですよね、きっとね、あそうですね、おかげさまで、あの夏で待ってる以降キャラクターコンテストやったら絡む機会がめちゃくちゃ増えましたので、ていうかそれこそ虹三次さんとのやつもね、そのノウハウが ね、うん、生かされて敬愛する、いい感じにコラボできてると、夏町小諸市といえば小諸土管所夏町連も外せませんが、こちらもご紹介いただけますでしょうか。はい、小諸土管所というのはですね、今年で一応50周年を迎えます、小諸市民祭りでございまして、まあ、アニソンの帝王の兄貴と言われる水木一郎さんが、歌唱する小諸土管所という、楽曲に合わせてですね、小諸市民3000人が小諸の街の中を踊り狂うという、お祭りでございます。はい、楽しそう。すごいね。すごいですね。水木さんしかも。ですです。ぜーっとって小諸の街で3000人が。まあでもそんな感じです。すごい。すげー、はい。面白い。そこに夏まち連っていうのがあるんですか。そうですね。一応まあ用意してます。こういうハッピーが。ございます。なんでそれかわいいいいですね。こういう発表ですね、みんなで来てサイリウムを持って夜踊るっていうのをやってます、ね、コスプレされてる方もいらっしゃいますね、はい、でも なんかすごいつながりができて、おかげさまで土管所といえば夏町連みたいな感じで、はい、そこまで行ったんですか。はい、ま、町の皆さんとかにも今年は出るのとか、すげー、すごい、あそこに それこそ小物の外からファンの方もいらして一緒にガーってやったりとかもあるんですか。あそうですね、ファンの方で連を作ってですね、すごい集まるんだ、100名近くが毎回集まって、そんな集まるんですね、はい、それが8匹来てサイリーム振ってものすごい勢いで踊り狂いながら目立つ目立つ、お
本当にそうです、はい、それは名物になりますね。でなんか地域と作品がこうやってすごい密接なのとっても嬉しいですよね、やっぱり、ね、さっきね、あのいや作品とは直接的にはって話だったけど、なのにこんだけ広まるっていうのはめちゃくちゃいいことよね、本当に、うん、ありがてえ、はい、地域のお祭りもこんなに変わるんですね。そっか、あれでもあれか、今年とか昨今はあれなんですか、お祭り。ね、そうですね、そうですね、3年連続でちょっと今回中止というか決まっておりますので、まあ来年はまあぜひやれたらなというふうに、はい、そうですね、はい、ちょっとね、3年ぶりの夏町連をね、ねえ、帰ってからやってほしい、ね、サイリームの陣地絶対切れてるだろうね、入れ替えらない、入れ替えないとね、絶対。はい、来年無事に開催されることを楽しみにお待ちしております、うん、はいはい、ということで花岡さんとはここでお別れになります。島崎さんと石原さんの方からあの花岡さんへのメッセージなどありましたらお願いします。はい、はい、いやじゃあ僕から、はいはい、あのね、今こうやって10年越しで夏祭りの話をこうやってさせてもらえるのもすごく嬉しいですし、で僕初めての主人公を任せていただいた作品がそう、あの夏で待ってるで、で、あのアニメのね新作って意味ではなくても本当になんか夏祭りってずっと何かがつながってて続いてるなって、でそれはさっきの PV のナレーションとかでもそうですけど、ありがたいなって思って、でもこんだけずっと続いてるのってやっぱり、まあ、いろんなスタッフの皆さんの力なんですけど、いや本当に小諸市の夏町おもてなしプロジェクトの皆さんの本当に尽力と思いがあってこそだなっていうのをひしひしと感じてますんで、いや本当にね、あの素敵な場を、そしてこの素敵な10年後のポスターなんかもねこうして見られたのも本当におかげさまで、はい、なんかこれからもねどうぞあの夏で待ってるよろしくお願いしますですし、なんかまたどっかでね、本当10年越し15年越しとかでね、また、まあ、プライベートでももちろんお邪魔したいですけど、あの夏で待ってるとしてその演者としてお邪魔できることがあったらななんて思っておりますんで、その時はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、じゃあ私からも、あと10年前のイベントの時本当にお世話になりました。運転してもらってクーラー壊れたりしながら、いろんな方に支えてもらいながらあのできた長野でのイベントすごく楽しくて、今でも思い出しては、あの時最高だったなって私の中で本当忘れられない思い出になっております。で私自身も声優としてデビューして、本当にデビューしたてだったので、なんかいろいろこの作品で学ばせてもらったことだったり、あと私も疑似青春みたいなのをこの作品でさせていただいていたので、こうして今でもこう支えていただいて、小諸市でこうやって今でも応援してもらえていることを非常に嬉しく思います。実は私のファンの方もですね、あの今回のイベント小諸で行われるイベント行く予定だったんだよって言ってるファンの方も結構たくさんいらっしゃいまして、なんかそういった意味でもなんかこういろんな人にこうやって今でも愛されているのは小諸市の皆さんのおかげだなというふうに思います。なんかまた信長さんも言ってた通り、ね、私たちみんなで行ける日が来たらいいなっていうふうに思いますので、その時またぜひよろしくお願いします。本当にありがとうございました。よろしくお願いします。はい、では花岡さんから最後に PR やメッセージがありましたらよろしくお願いします。そうですね、まあ、あの夏で待ってる10周年ということで、まあ、今まで来た方で、一度来た方でまた小諸にぜひ来ていただきたいなっていうのと、まあ、今回この放送をきっかけにまだ見てない方はぜひ見ていただいて、まあ、小諸の方に来ていただければ嬉しいかなと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。小諸市夏町おもてなしプロジェクトの花岡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、あの夏で待ってる聖地特集をお届けしてまいりましたが、お二人に感想を聞いてみたいと思います。島崎さん、いかがでしたか。いやー、なんかドア玉でもね、その、まあ、10年越しでこうやって好きな作品の話させてもらえるの嬉しいなって話したんですけど、やっぱ嬉しかったし楽しかったですね。そうで、まだね語りきれないとこいっぱいあるのよ。もうあの鉄郎とかミオのねあっちの話なんてこんなしてんのに全然いやポスターとかに映ってるけど映像とか出ないからね、いや見たらあーってなると思いますし、そんなに言われるとめっちゃ気になる、ね、鉄郎の話題が出ると
口がちょっと早いな。結論はね、気になると思います。大丈夫、みんな臭いからまた分かんのよね。そうなんですよ。結論の方がもうちょっとね、大人になった時にこう、ね、共感しちゃうのよね。カイト君とか若さで突っ走ってっから、そうそうそう、先輩ってずっとね、若いなって感じしますけど ね。いやでも本当にね、なんか改めて10年越しで話せて、うん、もうすごく嬉しいですし、これを機にね、またあのより多くの方にご覧いただけたらなって、今配信とかもありますし、うん、と思いますし、またそこであの聖地巡礼ということで、うんうん、小諸の地にも足を運んでいただいて、なんか夏町をいっぱい感じて、うん、なんか楽しんでもらえたら嬉しいなって改めて思いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いて石原さんはいかがでしたか？はい、そうですね、こう夏町が10周年というタイミングで、こういう素敵なトークイベントに参加させてもらうことができてすごく嬉しかったです。あのたくさんの方に本当に今でも夏町がすごい好きでとか、かなちゃんすごい好きでって言ってもらう機会が多くて、私の中でもやっぱこの作品すごく特別な作品なんですよね。なのでこうやって今一緒にお話しさせていただいて、当時の記憶がわーって蘇ってきて、その作品が完成した時もですし、アフレコ時のこうみんなでやってやり取りとかもすごい思い出して、なんか懐かしい気持ちと、あの時最高だったなってい う、 こう輝かしいなんか青春を思い出した感じがしました。きっとこの作品を見てくださった方にも、ね、なんだろう、あそう、こういう学生時代だったなっていう風に思ってもらえる方もいると思いますし、今学生の方は、あこういう夏っていいよねって思ってもらえるような素敵な作品ですので、ぜひぜひよかったら改めて、そして初めて見てくださいって、見てください、見てもらえると非常に嬉しいなっていう風に思います。ぜひぜひ夏町これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お二人のご出演はここまでとなります、うん、本日のゲスト、あの夏で待ってる桐島海人役の島崎信長さんと、谷川環奈役の石原香織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、夏町聖地特集でした。30周年インフォメーション、イエーイ。このコーナーでは NBC ユニバーサルアニメ音楽事業30周年ということで、アニバーサリーイヤーを盛り上げるための情報をお伝えしていこうと思います、はい、まずはこちら、アニメ音楽事業30周年を記念したキャンペーン、 NBC ユニバーサルアニメミュージックサーティースアニバーサリーサンクスキャンペーン第2弾を開催中です。はい、NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルやアニメイトなどで NBC ユニバーサル商品を購入していただくと、うん、キャンペーン用応募シリアルをもらえます、うん、はい、こちらを応募しますと抽選で豪華商品がプレゼント。第1弾の期間中には約3000件の応募をいただきました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。先日7月1日金曜日から商品を一新して第2弾がスタートしました、うん、第2弾の商品はこちらです。ダダン。はい、ということで、うん、色紙とかね、うん、ご招待とかがあったりするので、うんうん、はい、どしどしご応募ください。詳しくはキャンペーンの特設サイトへお願いします。はい、では続いてはこちら、 NBC ユニバーサル総選挙第2弾結果発表。イエーイ。全世界のユーザーを対象に6月20日から7月4日までの期間で投票を実施した NBC ユニバーサル総選挙第2弾の結果が先日発表されました。はい、今回はキャラクター総選挙ということで、第1弾でトップ10に入った作品のキャラクターを対象に投票を行ったところ、なんと国内海外合わせて1万票余りの票をいただきました。すごい、ね、すごい。1万、うん、投票していただいた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。それではランキング早速見ていきましょう。まずは10位から4位までの発表です。お願いします。ドドンドドン。はぁ、セイバーやっぱそう、やっぱりなんか人気だな、人気のね、見たことある。でも、うん、そっか、10位かとかね、うんうん、9位かっていう、うんうん、みんな人気キャラクターですね。好きなキャラいますか？はい、うすいくんです。うすいくん少女漫画大好きなんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ、アニメもちゃんと見ました。はい、そんな、ありがとうございます。10位です。いいキャラクターなんですよ。
語っていただいてもいいですけれども、お時間がなくなってしまうので、はい、はい、はい、では早速トップ3の発表をしていきましょうか、うん、まず第3位はこちら、やはり俺の青春ラブコメは間違っているより、ヒゲガヤ八幡です。すごい、うん、ヒロインに勝った、すごいな、すごい、うん、結構こうこじらせじゃないですけど、うんうん、ちょっと面倒くさいところもあったりとかで、うんうん、すごい人気のキャラだっていうのでよくね、うんうん、お聞きしますので、うんうん、こちら第3位となっております。すごいな、すごい、ね、男の子、うんうん、投票者の声とありますけれども、うん、考えに共感ができる、うん、自分自身を見ているよう、少し乱暴だけど親切で妹思いなところが好きなどという、ね、意見が来ております。親しみやすいんだね、うん、うんうんうん、では続いて第2位こちら、ダン、ベルセルクよりガッツです。ガッツはかっこいいよ、かっけマジで男の中の男ですからね。投票者の声がですね、過去にどんなひどいことが起きても前に進んでより良い未来を作れると教えてくれた、うんうんうん、イケメンなのはもちろんですが彼の性格にとても共感できる。はあ、うん、でも共感する感じがやっぱ人気の結末なんだ。そうですね、上位に入りやすいのかもしれない。ガッツはかっこいい、うんうん、ベルセルクぜひ皆さん、かっこいいね、うん、そしていよいよ第1位発表させていただきます。第1位はこちらのキャラクターです。スタミュより久賀秀です。スタミュだ。国内海外ともに大きな支持を集めて1位を勝ち取りました。おめでとうございます。すごいかっこいい、かっこいいね投票者の声ですね、うん、一見クールで寡黙に見えるけどお母さん思いでメンバー思いの優しい一面もあり、うん、勝負事に対しては闘争心も強くて己を強く持っているところがとてもかっこいい。見た目こわもて系だけど心の中に秘めた情熱や初めからチーム思いだったところも好き、うん、みんなに優しくて親孝行、ちょっとお茶目で画伯な一面もあって話数を重ねるごとにいろんな一面を見せてくれた。あ、ギャップ萌えだなすごいね。いいですね、うん、ということで久賀秀くんが見事1位を獲得いたしました。おめでとうございま す。いや、ファンの人嬉しいだろうね、うん、でも投票者の声の方からもすごい熱い思いが伝わってきますね。ねはい、はい、ということで以上30周年インフォメーションのコーナーでした。はい、ということで早いもので、はい、そろそろエンディングのお時間となってしまいました、うん、早い、もうか、やばいね、うん、早い。アニメ聖地巡礼スペシャルということで、うん、夏祭りを中心に NBC 作品の聖地をご紹介しましたが、うん、フレンちゃん今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、ピンチヒッターで来てくれてありがとう。めちゃめちゃ緊張しました。ずっと大丈夫だったかなと思って、フレンちゃん以上に私がもうド緊張しちゃってやべえ、フレンちゃんにおんぶに抱っこだって今日はお口がトロトロしてたね。すみません、いやいやいや失礼しました。すみません。でもすごい聖地、いろんなところの聖地見れてすごい楽しかったです。普段なんかアニメ見てる時ってこう、うん、やっぱり背景をしっかり見るっていうことはそんなになかったような気がするから、今後アニメ見るときはね背景とかもしっかり見ていきたいなって思いましたね、うんうん、ありがとうございました。楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったね、はい、なんかアニメそもそも結構あんまり舞台背景みたいなのに、うんうん、もう見てなかったところが正直あって、うんうんうん、あるある。でも今日だけでなんかこんなに楽しみ方があるんだみたいな、うん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 、見る場所のなんか付け方が変わった、うん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 、またアニメを見たいなとか思ったりとか、うん、そう、それこそ夏待ち、あ、すっごいもう復興されてもうこんなに夏だし見たいなって本当に思いましたね、うんうん、いやで、いつか聖地巡礼してみたい、うん、おー、しようよ、したいね、めちゃくちゃ楽しいから、したい、うん、画角合わせながら写真撮ってね、なんだったら服装も合わせちゃったりしてね、似たような服着て、いや、そう、やってみたいなって思いました。やってみたい、本当に今回はすごく楽しかったです、うん、はい、こちらこそありがとうございました。はい、ぜひ NBC ユニバーサルアニメミュージック YouTube チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。それではお時間となりました。お届けしたのは森中和樹とフレインイルスタリオでした。せーの、バイバーイ。